舞い降りる剣。ここはラクスさん。あら、ラクスとお呼びくださいな、キラ。でも覚えていてくださって嬉しいですわ。キラは講和交渉のためプラントに出向く予定であったマルキオ同士に助けられて、プラントのラクスの元に運ばれていた。僕は行くよ。地球へ戻らなきゃ。なぜ？あなたお一人戻ったところで戦いは終わりませんわ。でもここでただ見ていることももうできない。何もできないって言って何もしなかったらもっと何もできない。何も変わらない、何も終わらないから。僕たちは何と戦わなきゃならないのか少し分かった気がするから。わかりました。キラはこれに着替えてください。キラはラクスにザフトの制服を渡された。そして厳重に警備されているモビルスーツ格納庫へと案内された。あ、ガンダム。ちょっと違いますわね。これは ZGMF X1OA フリーダムです。でもガンダムの方が強そうでいいですわね。これをなぜ僕に。今のあなたには必要な力と思いましたの。思いだけでも力だけでもダメなのです。だからキラの願いに、行きたいと望む場所に、これは不要ですか。思いだけでも力だけでも。一方ザフトは連合軍基地のあるパナマに総攻撃を仕掛ける素振りを見せていた。しかし目標を急遽変更する。オペレーションスピットブレイク発動。目標はアラスカ、ジョシュアだ。ジョシュア？地球軍本部じゃないか。頭を潰した方が戦いは早く終わるのでね。奴らは目標をパナマだと信じて主力隊を展開させてるんだろ。まさに好機じゃない。これで終わりだな、ナチュラルどももさ。クルーゼは奇襲の混乱に乗じてアラスカ基地内部へ潜入。そこで連合の隠された作戦を知る。ザフトがなんで基地の中に。おやおや、これはこれは。パパ、これパパの。ご同行いただけるかな、お嬢さん。ラウル・クルーズ、なぜここに。逃がしたか。おい、なんだこの作戦は。一方アラスカ基地にいたアークエンジェルもまた圧倒的多数のザフトの攻撃を受けていた。すぐに撤退だ。本部の地下にサイクロプスが仕掛けられている。作動したら基地から半径10キロは陽光炉になるってサイズの代物が。やがて守備軍は全滅し、ゲートは突破され、本部は施設の破棄を兼ねてサイクロプスを作動させる。それでザフトの戦力の大半を奪う気なんだよ。それがお偉いさんの書いたこの戦闘のシナリオだ。計画を偶然知ったフラガはアークエンジェルの危機を救うために集中砲火の中戦闘機を飛ばし、アークエンジェルに伝えてきたのである。そんな、これが作戦なの。ザフト軍を誘い込むのがこの戦闘の目的だというのなら、本官はすでにその任を果たしたものと判断いたします。本官はこれより現戦闘海域を放棄、離脱します。振り切れ！
キラヤマト。援護します。今のうちに体幹を。キラ地下にサイクロプスがあって、私たちはおとりに。ここでは体感できないわ。もっと基地から離れなくては。ジャスカ、連合、両軍に伝えます。アラスカ基地は間もなく自爆します。両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。モビルスーツは下手な脅しを。残った奴らを叩き落とせ。地球軍の生き残りか。手を貸してやれ。こんなところで無駄死にさせるんじゃない。こちらの指揮下に。本艦の護衛をお願いします。足つきが邪魔で攻められずにいる。イザーク、君にはそちらを頼みたいのだが。任せてください。今日こそ沈めてみせますよ。よし、各機攻撃開始。足つきは絶対に逃がすなよ。ケニアはユーラシアの部隊とあれか。いろいろと面白い構図だね、地球。総員、対空迎撃戦用意。接近中の敵機を排除し、発進します。
これより湾部を突破します。むざむざ逃がすかよ。カッキ、足つきを包囲しろ。カジ、そのまま。もっと離れなくては、爆発に巻き込まれるわ。脱出もかなり厳しいが、諦めるな。心配しなさんな。忘れた？俺は不可能を可能にする男だってこと。軌道までもう時間がない。パワードロップ、やめろ。やめるな。バスターとは違うんだよ。やめろと言ったろ。死にたいのか。やめるんだ。あいつ、なぜ俺を落とせたはずなのに。サイクロプスが起動し、アラスカ基地は壊滅した。この作戦を知る者はごくわずかであったため、連合ザフト両軍の将兵の多くが犠牲になった。お話ししなくちゃならないことがたくさんありますね。僕もお聞きしたいことがたくさんあります。ザフトにいたのか。あ、そうですけど、僕はザフトではありません。そしてもう地球軍でもないです。分かったわ。
とりあえず話をしましょう。あの機体はどうすればいいの？整備や補給のことをおっしゃっているのなら今のところは不要でしょう。あれにはニュートロンジャマーキャンセラーが搭載されています。開戦当初、ザフトは連合軍に核兵器を使わせないように核分裂を抑制するニュートロンジャマーを地球全土に埋設した。しかし戦況悪化に伴い、ニュートロンジャマー影響下でも核分裂が行えるようにするニュートロンジャマーキャンセラーを開発。そしてニュートロンジャマーキャンセラーを搭載し、無限の動力を手に入れたのがキラのフリーダムガンダムである。こんなことを終わらせるには何と戦わなくちゃいけないとマリウさんは思いますか？僕はそれと戦わなくちゃいけないんだと思います。連合軍司令部を信じられなくなったアークエンジェルのクルーは、ひとまずカガリのいるオーブに身を寄せることになる。一方、プラントに帰っていたアスランは、ラクスが新型モビルスーツをスパイに引き渡した疑惑がかけられていることを知る。では本当なのですか？スパイを手引きしたというのは。なぜそんなことを？スパイの手引きなどしてはおりません。キラにお渡ししただけですわ、新しい剣を。今のキラに必要で、キラが持つのがふさわしいものだから。キラ？何を言ってるんです。キラは、あいつは。あなたが殺しましたか？大丈夫です、キラは生きています。嘘だ。一体どういう企みなんです、ラックス・クライン。そんなバカな話を。あいつが生きているはずがない。言葉は信じませんか？ではご自分でご覧になったものは？戦場で、久しぶりにお戻りになったプラントで、何もご覧になりませんでしたか？アスランが信じて戦うものは何ですか？いただいた勲章ですか？お父様の命令ですか？そうであるならば、キラは再びあなたの敵となるかもしれません。そして私も。敵だというのなら、私を撃ちますか？ザフトのアスランザラ。俺は。アスランはフリーダムガンダム奪還のため、同じくニュートロンジャマーキャンセラーを搭載したジャスティスガンダムを渡される。キラ、お前は一体何を。己の信じるものは何か、そしてキラは何を思い戦おうとしているのか、それを確かめるためアスランは再び戦場に戻る。アスランザラ、ジャスティス出る。